で、ゴロというと、2人キャンプから4秒、ゲッツーを取りに4秒の壁というのにチャレンジされているというお話を聞いたんですけれども、それぞれどのような取り組みで4秒を破ろうという取り組みをずっとされてきたんでしょうか。僕らは別に4秒をこだわってるわけじゃなくて、僕は基本的にはギリギリで取れる守備位置で守るのが一番いいと思ってるんですけど、それはゴロをということでしょうか。ダブルプレーを走者とピッチャーの兼ね合いでギリギリでアウトを取れる深さのところで守ることが一番いいと思ってて、例えば足が遅い選手にもかかわらず前進で守る必要もないですし、後ろに守ればその分ヒットコースも小さくなるわけなんで、そのギリギリで取れるところをせめぎ合いながら数をしっかり取っていくっていうのがいいのかなとは個人的には思ってるんですけどね。一方、中島選手はいかがですか。そうですね、まあ今年キャンプから、まあ月月はまあ得意じゃないので僕投げる方が、やっぱ一人目大事なので、はい、あのゲッツーって一人目が、まあいい送球だったりいいスピードだったりあれば、ゲッツーを成功あの完成するので、やっぱりその、まあ、正確さもそうですけどちょっと速さをちょっと意識してキャンプからやってきたので、まあ、取る前から動いて、投げれるように、は今年はしてますけど、ね、そうするとやっぱり最初の一歩ですとか前に出るっていうことも重要っていうことなんですか。そうですね、前に出るっていうか、まあ、やっぱ取りやすいというか、もうバウンド合わせて取ったりとかしないといけないし、まあ、一歩目も、まあ、今年、まあ、ゲッツに限らず、一歩目はちょっとこう、去年一昨年よりかは、もっと意識して、取り組んでます。セカンドから見てその一歩目ということに関してはどのように感じますか。守備範囲広いですよ、やっぱりその、まあ、今年多々あるんですけど、二遊間で取れるかなと思ったらタグが結構追いつくことが多くて逆にお見合いしてしまうということも多々あるので、まあ、そこは今後どうやって、ね、どっちかが、まあ、タグが取れる分には取った方が絶対いいと思うので、そこをこうアイコンタクトでどっちかがこうあれしなきゃいけないなと思いますけど、ね。